はい、皆さんこんにちは。パンダスタジオの中村です。今回はですね、ハードウェアコントロールパネルをメインでご紹介したいと思います。これ e-learning の収録の方法なんですけども、ハードウェアコントロールパネルをメインにした使い方ですね。ただし、クロマキーの抜き方、e-learning の時のクロマキーの抜き方に関しては、ソフトウェアコントロールで詳細を設定した方が断然やりやすいので、それはあらかじめ先生の位置だとかクロマキーは設定されているという状態で、クロマキー、あるいはその他の操作ですね、クロマキーを反映させるとかをしたいと思います。そしてここのところを見てください。今喋りに応じてこうランプの点灯が、ちょっと今見られつけましたけど、光ったりしてますよね。なのでここの部分がこう音声だということは分かりやすいと思います。実際カメラにこのマイクの音を入れて喋っています。でこのオン、ってついてるから、ここが有効になってる、乗ってると。逆に隣カメラさんもこの僕の喋りは拾ってるんだけどもオンにしてません。なので講義には乗っていないという形ですね。なので喋ってるはずなんだけどプログラムに乗ってこない、マルチビューの画面でこうメーターが触れないというときは、まずここをチェックしてください。で、こう触れててオンになってて、マルチビューもちゃんと動いていれば、音は来ているということですね。はい。でだ、ちゃんと来てましたという場合ですね、クロマキーをオンにする方法、その他の操作をご紹介したいと思います。今回、この1カメがパソコンの映像、2カメがカメラ映像、正面からの映像、3カメが今見ているこの点釣り、こうね、点釣りになっています。いいですか？パソコンの映像、カメラ映像、点釣りになっています。で、これにですね、クロマキー合成をする場合、もうすでにアップストリームキーで入っている場合ですね、もうこのキー位置をパチッと押します。そうすると、こう、反映されます。押す。一回押せば反映。で、反映された状態でもう一回押せば消えます。こんな感じですね。で、位置が邪魔だとか、これでかすぎるとかね、これは細かい調整はもうパソコンの方でやっちゃいましょう。その方が楽なんで。で、このボタン、ちょっと今光っちゃってて見えないですけど、バックグラウンド、BKGD、バックグラウンドという表示です。で、このバックグラウンドが有効になった状態で、例えばキー1を出します。キー位置出さないでやってみましょうか。これでオートにすると、今、3カメ、1カメ、つまり点釣り、パソコンですよね。これでオートを押せば、点釣りからパソコンに切り替わります。そして、キー位置を押した状態で、こう反映されました。今、バックグラウンド有効になってますよね。これちょっと、かがんだぐらいの方がいいですかね。で、これを押せば、後ろ側が、バックグラウンドが変わります。そして、こうした方がいいか。はい。ここ、キー位置タイ。タイってのはタイピンで止めるみたいなイメージだと思ってください。これをオンにしておいて、こうすると、効果が、この表の方の、この効果の方がオートで消えます。なので、こっちの画面よりも、とバックグラウンドをね、実際には e-learning するとしたらこういうふうにパソコン、ここにスライド出して説明すると思うんで、で、ちょっと先生かぶって邪魔だな、もちろん常にこの位置じゃないっていうときはフライキーかなんかで調整すればいいんですけど、たまたま邪魔だ、ちょっと消したいっていうときは、先ほどのキー位置対応をして、オートを押せば先生を消すことができます。そしてまたオートを押せば復活します。はい。こんな形でですね、先生を消しのバックグラウンドにして3にします、ね。はい。ここが、ここ。このカメラ切り替えと、効果をやるかどうか、バックグラウンドなのか効果の方なのか。そしてこのオートボタン。このあたりのボタンを押すことで、簡単にですね、操作は可能です。